今日は、ポーラテックの案件今日はちょっと真面目に。ポーラテックとは？ポーラテックとは、うん、まあフリースが有名、うん、まあだから中綿というかマテリアルの、うん、生地みたいなこと。生地、そう生地を作ってる会社。ああ、うん、でもポーラテックっていうのはその種類あるやん、うん、なんかそのポーラテック何々とか、それを結構お前が使ってるの？そう、俺は全部俺ポーラテック、逆に言ったらもうポーラテックしか使ってないぐらいの勢い。まあもちろん他のメーカーの素材もあるけど、うん、もうポーラテック大好きってこと？ポーラテック大好きなんで、うん、でだからまあポーラテックといえばもうレイヤリングなんで、基本、うん、アウトドアアクティビティで使うマテリアルっていう説明で行こうかなと。もちろんタウンユースというか、うん、街でも使えるけど、うん、まあ今回に限っては基本そのやっぱ登山というか、うん、アウトドアのアクティビティでの用途として、うん、まあこういう素材、こんなレイヤリングっていうので説明していこうかなと。はいはい、うん、ほんならまずどんなんがあるの？まあだからもうレイヤリングを基本にしていくんで、うん、まあ一番下のベースレイヤーから説明しようかなと、うん、俺が使ってる、うん、俺が使ってるものでベースレイヤー、ミドルレイヤー、アウターレイヤーの順番で、うん、まあそれがもう全部ポーラテック、それは全部ポーラテック、俺はもう全部ポーラテックを使ってるんで、はい、まあまずはそのベースレイヤーから、うん、まずは一番下に着るポーラテックのパワードライ。パワードライ。パワードライ。あ、肌に触れる箇所に着る、うん、要はその一番最初に着るってことか。そう、一番最初に着る素材の、うんうん、ポーラテックのパワードライ、まあ、まあこれの特徴は何といってももう超速乾性、うんうん、まあとにかくもう一番早く乾く素材。それはもう、うん、要はめっちゃ汗かいて、うん、激しい運動とかするときに向いてるとかってこと？そう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 。汗をとにかく早く乾かしたい。あ、うん、基本ベースレイヤーが俺は一番大事だと思ってるんで。あ、まあこの後そのミッドアウターって説明はしていくけど、うん、その中で一番大事なのは俺はベースレイヤーと思ってるんで、あ、汗をまあいかにどんだけ処理をするか。要は肌に触れる、うん、ものってことやな、ベースレイヤー。そう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 、直接汗を吸って、うん、その汗を大気中に放出させるか、うん、次のレイヤーに移す。あ、結局常に肌はドライに保っていかないと不快やし、うん、あとはその低体温症のリスクもあるんで、うん、とにかくその早く乾いてほしいんで、うん、ポーラテックの中でも一番早く乾く素材。あ、ほんなら例えば、うん、もう暑い時期とか特に向いてるってこと？うん、そう、あ、もう暑い時期だけじゃない。今このレイヤリングで大事なんて、うん、そのいかに快適に過ごせるかっていうところをもうもちろんあんねんけど、うん、結局はその低体温症にならないためにはっていうところが一番大きい、その生命の維持に関わるっていう意味でのレイヤリングを説明しようかなと思って。乾いとかなあかんから。そうそう、体が乾いた状態じゃないと低体温症のリスクが上がるから、うん、こういうそのウェアで、うん、その結局プラスマイナスゼロがいいわけ。その暑すぎてもあかんし、うん、寒すぎてもあかん、うん、このゼロをいかに保てるかっていうのが、その言ったらアウトドアアクティビティの、うん、そのレイヤリングの基本、目指すところなんで、まずはその肌のに一番近いレイヤーはとにかく乾いてくれないと意味がないので。あ、ほんならもうそれに、うん、その特化してるっていうか。そう、そのパワードライ、パワードライはまあもう本当にそれに特化してるんで、汗かきじゃない人でもそのハイクアップ時は絶対に汗かくんで。あ、まあ運動がある以上。そう、うん、運動量が多いとやっぱ汗は出てくるんで、うん、いかにそれを素早く処理してくれるか。あ、まあその速さやね、うん、時間が経ちゃ別に綿だってさ、ずっと止まってりゃ乾くけど、綿の素材、うん、普通に待ちできる綿の素材、まあこれ体感の話、別にあのその何かの計算で基づいた話ではないけど、うん、綿やったら1時間で乾くところ、うん、例えば日、まあ、日光、日があって、うん、多少風があるぐらいやったら、うん、多分5分ぐらいで乾くから、うん、ちょっと休憩する間にもう乾いてくれるぐらいの速乾性能がある。常に快適に、そう、常に快適に、うん、はいはいはい、行くためにまずはベースレイヤーの一つであるポーラテックのパワードライ、パワードライ、パワードライ、これはもちろんおすすめです。はい、よう見るしな、その、うん、ポーラテックパワードライって書いてんのが、うん、そうだね、うん、
だから、まあ、これは今回の説明ってあくまでもその製品の説明ではないので、生地の、そう、生地の説明やから、その各メーカーからポーラテックの何々、ポーラテックの何々を使った商品っていうのが出てるから、まあその自分の好きなメーカーのポーラテックのこの素材っていうのを手に取ってもらえればいいかなと。あ、うん、とにかくパワードライはもう早く乾く。早く乾く。とにかく早く乾くんで。まあ、汗かきじゃなくても、ベースレイヤーは。ただ、まあ今回のはもちろん快適に、その、登山を楽しんでもらうための、っていう意味合いはあるけど、俺は基本的には死なないためやと思ってるから、ポーラテックの素材、ポーラテックを使ったレイヤリングにおいて、どれだけその低体温症のリスクを下げれるかっていうところで説明していこうかなと思ってる、うん、自分を守ってくれるもの、そう、うん、安全性、だからウェアで今は安全性を担保できると思ってるんで、低体温症等については、うん、もちろんその他の装備も必要やけど、うん、これを知っておくか知っておかないかだけでも全然そのリスクって変わってくると思うんで、うん、一応その流れで、じゃあ一番最初はもうパワードライ、うん、パワードライ、うん、次もベースレイヤーの説明で、うん、ポーラテックのパワーウール、パワーウール、パワーウール、これはね、もう一番愛用、もうさっきのパワードライももちろんいいねんけど、うん、俺はこのパワーウールが一番好きで、何がいいかというと、もちろん速乾性能は、まあ別に比較したわけじゃないけど、さっきのパワードライとその何ら俺は変わらんと思ってるんで、であとすごい着心地がいい、グリッド素材になってるからかどうか分からんけど、すごい着心地が良くて、俺はもうベースレイヤーはさっきのパワードライは1着しか持ってないけど、このパワーウールのベースレイヤーは全部で4着ぐらい着回してるんで、ああ、もうその初めて使った時に、そうあまりにも良かったから、あまりにも良かったからで、これは何と言っても、うん、ウールが入ってるから、うん、匂いがしない。ああ、だって俺ら山入ったらさ、2泊3日とか長かったら3泊ぐらい、うん、3泊4日とかもうずっと着たまんまやから、これ、うん、着替えることないからベースレイヤー、着替えは持って行ってんねんね、うん、持って行ってるけど、なんていうの、快適を得るために着替えを持って行ってるんじゃなくて、うん、もうびしょびしょに濡れてどうしてもその替えなあかんっていう時のため用の着替えなんで、うん、そっちは使われへんわけよね、基本的には。だから3日間このパワーウールのベースレイヤーを着たままやけど、うん、3日たもう毎日汗かいてるわけよ、毎日行動するから、うん、でそれで寝て次の日でもほとんど匂いしてないから、あ、やっぱそのウールが、そう、まあ、ウールって匂い抑えてくれるもんな、うん、だから俺はもうさっきのパワードライももちろんいいねんけど、うん、俺個人的にはこのパワーウールがおすすめ、うん、あ、まあ、要は着てる、うん、カセンとウールの、うん、混合素材、いいとこ取りってことやな、そう、いいとこ取り、性能もいいとこ取りの性能ってこと、そうこれはもう最高の素材やと思ってる、うん、もう俺はベースレイヤーはもうこれ以外考えられへんぐらい、誰かに勧めるんやったらパワーウール、絶対パワーウールを勧める、うん、とにかく匂いもないし着心地もいいし、うん、早く乾くし、うん、それこそほんまにちょっとぐらいの汗やったらもうちょっと休憩してる間にもう乾いてるから、あ、うん、それはさっきのパワードラインにも言えることやけど、うん、これはおすすめです、うん、次はミッドレイヤーの、うん、ポーラテックのパワーグリッド、パワーグリッド、ミッドレイヤー、これもよう見るな、うん、俺もミッドレイヤーこれしか着てないっていうぐらい、うん、それはどういう使い方をするの、これは中間着、うん、ミッドレイヤーって言われる中間着やねんけど、ベースレイヤーの汗をこいつに移す、ベースは常に肌に触れてる部分なんで、うん、常にサラサラにしときたいと、うん、だからベースレイヤーの汗をミッドレイヤーが処理できなかったら、うん、何の意味もないんで、結局逃げようがないわけやんか、こいつが、これだからもちろんこれもその速乾性に優れて、うん、保温性にも優れてんねんけど、うん、こいつが汗を閉じ込めてしまったら、うん、ベースレイヤーの汗ってどこにも逃げようがないから、中全部グリッド状になってて、うん、グリッドの肌に触れてる部分が汗を吸収して、うん、でへっこんでる部分で、うん、デッドエアを溜め込んで保温してくれる、
ああ要はそのあったかさもあるってこと、うん、そう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 、あのグリッドがデッドエアを溜め込んでくれるので、うん、すごいあったかい。そうやってな、そのあったかいけど、うん、通気はする、通気はする、グリッド状になってるから結局そこを空気が一応まあデッドエアとは言うけど、うん、もちろん空気の流れはあるんで、うん、通気はしてくれるし、うん、この汗も処理してくれるから、で速乾性もすごいあるから、うん、ベースレイヤーの汗を外に出してくれるんで、それほんなら蒸れ、うん、蒸れを抑えて、うん、なおかつその保温力もそう温かい、うんうん、ミッドレイヤーはもうパワーグリッドしか着てないほとんど、へー、あもちろん他にもあるけど、うん、パワーグリッドが一番気に入ってる。そんなにそうすごい、うん、すごい、これはほんまにすごい。それはその寒い時期によく、うん、よく使うってこと？さっきのベースレイヤーとこいつに関しては、うん、もう真夏、例えばその真夏でも低山ではこんなん着られへんけど、真夏のその穂高とか槍とか剣とか、うんうん、3000メートル級の山やと、うんうん、やっぱその朝晩の冷え込みすごいから、真夏でももちろん持っていくし、厳冬期は もちろんずっと着てるから、これを。それこそもう年間通して使ってる、年間通して、うん、へえ、まあだからそのレイヤリングの基本って、うん、さっきも言った通りプラマイゼロ、どんだけゼロに近づけるかやんか、で結局脱ぎ着をせずにそれをいかに可能にするか、うん、そのまあ俺らなんかで言ったらハーネスつけてるやんか、うん、ハーネスをつけてるから、うん、その脱ぎ着ができ、ほぼできひんって言っても過言じゃない。まあ、例えばロングトレイル、重装とか、うん、まあ、重装とかでも荷物多分すげえ重たい人とかって、うん、もうこの上げ下ろしがもうしんどいから、いかにその着替えずに行けるか、うん、そこが一番重要だと思うんで、うん、まあ、結局寒きゃ別に着ればいいし、うん、暑きゃ脱げばいいことやん、うん、結局は、うん、でもその回数をどれだけ減らして、うん、どれだけプラマイゼロのフラットにな状態に常に保ってられるかっていうのがレイヤリングの極意やから、だから結局その自分がこの温度帯とかそういう、まあ、天候にもよるし、うん、風ビュービュー吹いてる時やったら、うん、もう最初から最後までフルレイヤーで行く人もおるやろうし、うん、結局まあ自分のその感覚と、うん、その日の天気とかによって左右はされるけど、うん、この知識があるかないかだけで全然その脱ぎ着の回数も減らせるし、うん、そのプラマイゼロに近づいていくことが可能やから、うん、そういう意味でこういうウェアっていうのはすごい重要かなと。それがベースレイヤーの上に着てるのがそのポーラテックパワーグリッドじゃなかったとして、うんうん、普通の同じ重さぐらいのフリースやったら、うん、もう暑すぎるってことかな。いやその暑すぎる時もあると思う。あ次にそのフリースを着るぐらいやったら、あその結局は止まってる時どうか歩いてる時どうか、うん、この2つの差をどんだけその近づけれるかっていうことやから、あ基本冬で話する、低体温症にならないためにっていうことを前提に話してるから、うん、その止まってる時に暑いようじゃもちろんそんなレイヤリングって間違ってるやんか。ああもう動いたら暑すぎるからって、うん、だから動いたらちょっと暑いな、止まっててちょっと寒いなっていうぐらいが多分ベストのレイヤリング。あのどっちもフラットなんて絶対ありえへんから、と歩きゃ多分どんな格好でも暑いやんか、うん、汗出る人は、うん、歩いてて超快適なんてことは絶対ありえないから、あで止まってて快適っていうことは歩いたら暑いってことやから、うん、そのバランスの見極めも大事やから、俺の体感で言ったらその厳冬期の 3000m でも風がなけりゃこのセットで歩いてる、うん、パワーウールを着て、パワーウール、うん、パワーグリッドを着て、うん、でもいける、風がなければね。風があったらシェルを着んとあの体温どんどん下がるから、あ、うん、だからそれ結構その見た感じは分厚くないやんか、うん、そんなに、うん、そんなに分厚くないけど、うん、適度な保温力もある、うん、あるんで、これがまず基本かな、その2枚が、うん、この2枚が基本、俺の場合はミッドレイヤーっていうの、うんうん、それはもうパワーグリッドは
めちゃくちゃおすすめ。おすすめ。俺はもうこれ一択ほぼ。へー、うん。ぬくいし、それなりにぬくいし、うん、で、それなりに汗も、その、処理してくれるから。快適。快適、快適。もう俺はこれ以上考えられへんかな。へー、うん。もうなんせ、こんだけ5着持ってるからね。全部パワーグリッド。全部パワーグリッド。この、だから、2つはもう、おすすめでもう基本絶対基本として持っとったらいいってことやな、うん、そやね、天気良ければもうずっとこれでいけるぐらい、伸びるし、ストレッチも効いてるし、多少、全然動きやすいんで、パワーグリッドはおすすめです。次も一応ミッドレイヤー中間着になるポーラテックのアルファ、これは実はめちゃくちゃこれも良くて、まずベースレイヤー着て、で、さっきのポラテックパワーグリッド着て、これでもまだ寒いなという時はポラテックのアルファを着る。これは呼吸する中綿って言われてて、中綿にフリースが使われてて、でこれのいいところは説明の仕方がちょっと難しいねんけど、もう適度に快適、暑すぎず寒すぎず、そう結局はそういうこと。その動いてる時に暑すぎたらオーバーヒートするし、止まってる時に寒すぎたらもうそれで低体温症になるから、それがもう本当に程よいバランスで、その通気 してくれるから、だからこれは俺、大峰で来てたやん、これ。来てた。あれ何月やったっけ？あれ1月。1月か。うん、あれ、その天気悪いし、寒かったやんか。俺は結構暑がりやから、その、よっぽど寒いとか風がないと、これを着いひんねんけど、これってほんまに、その、汗だくにもなりにくいし。それも結局、その、外に汗を逃がしていくっていうか。そう。要はだから、こういベースレイヤーの汗をパワーグリッド、その、セカンドレミッドレイヤー、まあ今で言ったらだからもうこれ3枚着てるから、ファーストレイヤーの汗をセカンドレイヤーが処理して、こいつはがもう処理しきれへん汗を要は大気中に拡散してくれる。通気してるから、これは中綿が、それはもう蒸れにくい。そう、めちゃくちゃ蒸れにくい。だからイコールその通気してるってことは保温が難しいわけよ。だからその適度に保温してくれるから、止まってる時もその長時間、長時間止まるのが分かってたらもうさらにこの上から着るけど、そのちょっと休憩する時とかで、真冬で風とかあったらめちゃくちゃ寒いやんか。止まった瞬間でも寒いけど、これ着てればそこそこぬくいんで、だからほんまにこれで最初から最後まで歩いたこともある。もう着替えずに常にだから、その照度を保ってたってこと。そうまあそれはもちろんその条件、気象条件とその自分とのバランスもあんねんけど、それぐらいその要はちょうどいいところを狙ってくれるというか、だから寒い時期の行動着っていうか、そんな感じやね。まあ、寒がりな人はもうずっとこれ着とけばいいと思う。だからこれも実は使い勝手良くて、俺はその真夏、真夏にこいつを入れてる、保温着として。その真夏の低山でも持っていってるかな、ビバーク用。これもその言ったら河川やから、そのめちゃくちゃ小さくなるかって言ったらならんわけよ。でそのビバーク用に持っていくんやったらもうダウンを防水にして持っていくのがおすすめやけど、その結局これってびしょびしょに濡れても、そこからでも乾いて保温力が落ちずに、そこからでも乾いて復元してくれるっていうところがでかいんで。水とか湿気にめちゃくちゃ強いってこと。そうで俺らもういい加減やんか、管理が。行ってもその辺バーンって置いといたりとかするやん、防水袋にもう入れんと、そういうことを考えるとそのどんな状況でも使いやすい保温着っていう言い方もできるから。
それこそ雑に扱っても、そう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 、うん、だから呼吸する中綿、ポーラテックのアルファ、アルファ、これはもうすごい中綿やと思う、濡れても使えるから、あ、うん、それはでもいいな、うん、水濡れに強いというか、うん、水濡れに強いし、要はもう適度にそのフラットに近い状態を保ってくれるんで、だからその防寒着っていう考え方ではないと思う、防寒っていう考え方やと寒いから、うん、あ、そのこれ着てぬくぬくになるかって言ったらそんなことはないから、常にその呼吸してるんで、長い時間休憩するときに着る、うん、保温着ではないってこと、ね、そうでもアクティブインサレーションやから、だから基本的には動いてる時に着るもん、あ、うん、汗をかくような場面ってこと、ね、そう、汗をかく場面でもそこまでオーバーヒートにならずに、うん、ちょっとの休憩ぐらいやったら抜くいっていう、あ、だから多分保温着と思って買うと多分間違いやと思うんで、行動してる時もそれなりのその要は寒い人とか、うん、それなりにその保温したいっていう人は、うん、にはおすすめ、あ、だから今着てる、だから今着てる行動着だとちょっと寒いかなと、うん、その山域とか季節にもよるけど、うん、まあ、俺はほんまに厳冬着しかこれ着て行動することはないんで、うん、例えば今厳冬着でちょっと寒いって悩んでる人はポーラテックアルファを着てみてもいいかも、そのこういうのを重ね着するよりは、うん、アルファでその通気を保ってそれなりに保温もしてくれるんで漏れへんし、あったかいし、うん、そう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 、うん、そういう使い方を理解して使うならば、うん、すごいいいインサレーション、あ、うん、次はポーラテックのウィンドプロ、ウィンドプロ、まあポーラテックといえばフリースで、うん、多分有名やからみんなポーラテックイコールフリースと思ってるけど、でその中でもこのウィンドプロはなんかその従来のフリースの4倍の耐風性能があるらしい、うん、まあフリースってどっちかというと俺スルスルするイメージがあんねんよ、うんうんうん、それがないってこと、そう、要はそのアウターにもできる、そう、アウターに、そう、雨が降ってなければ、うん、アウターにでもできる、あ、風吹くとこで、そう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 、でしかもそのフリースってまあスースーするやんか、うん、でこれはその4倍のその耐風性能があんねんけど、うん、その耐風のその仕方っていうのもフィルムを使ってないんで、うん、メンブレンを、特殊なメンブレンを使ってるわけじゃないから、なんかをその張ってるとかじゃないってこと、そうじゃないから、その編み方でその耐風性能を上げてるらしいんで、だからその言ったら中のその蒸れは外に出してくれる、おー、そう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 、そうか、内側になんか張ってたら、うん、蒸れやすいからってことか、そう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 、シェルなんていうのは全部フィルム、あんなに比べるともっとその抜けはいいんで、だから雨がなけりゃ、うん、これをアウターレイヤーとしても使える、うん、でもちろん保温もできるし、うん、その風を遮ってくれる、うん、くれるってことは、うん、普通のフリースっても俺風めっちゃ通り抜けるイメージやから、うん、スースーするわな、真冬とか、うんうん、それだけで効いへんやん、うん、でもそのアウターとしての機能があるってことは、うん、それだけで外出ても全然余裕、全然余裕、もうこれ一着で済む、うん、風ほとんど通せんから、まあ、ほとんど通せんというか、そうやな、風受けてもそんなに寒とはならへん、これ着てたら、うん、それでもめっちゃ便利やな、うん、これは便利、俺初めてのソロの天白、うん、大峰の八強か、うん、の時はこれ着てた、へー、その時はもう風がもうえぐくて、うん、でもずっと再スタートからテント場までずっとこれ着てた、あ、ほんま、うんうん、これでだけでいけた、あ、だから汗、やっぱり汗を吸ってくれるっていう機能もそうあるから、そう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 、蒸れへんし、で風は耐風性能がもう抜群なんで、これは、うん、シェルは着てなかったね、持ってはいてたけど、うん、まあ、結構珍しいよな、その風を遮る、そうやな、うん、本当に風を通さないんで、でしかもそのメンブレンを使ってないから、うん、蒸れも抑えてくれるんで、蒸れは癒してくれる、うん、ポーラテックのウィンドプロ、で次は、ポーラテックのハイロフト、
ハイロフト、うん、要はそのポーラテックのフリースのハイロフトバージョン。めっちゃあったかいってこと？そう、毛足が長い。単純にまあ毛足が長いって思ってくれたらいいと思うんだけど、あ、これはとにかく保温性に特化したフリース、うん、ぬくい、とにかくぬくいで、うん、なんかもう着心地が抜群、うん、気持ちいいってこと？うん、気持ちいい、とにかく気持ちいい、着心地が良くて暖かい、もうそれに尽きる。もうめちゃくちゃあったかいし、もう気持ちいいし、うん、あ、まあ他の別試したわけじゃないけど、俺が今まで着てきた中では、うん、ダントツにこれが一番ぬくいんで、もう最近は普段着になってるかな。あ、まあ、山でも持って行ってたことあるけど、真冬の普段着、うん、真冬の普段着にはもう最高。とにかく着心地がいいから、あれやもんね、そのリラックスする場面とかやったら、うん、ダウンよりフリースの方が気持ちいいしな、うん、そうそうやねな、うん、だからできることならフリースの方をきっと着ときたい、ダウンより。あ、扱いもそのダウンってやっぱね、水し湿気に弱いから、その点フリースは濡れても保温力が落ちひんから、うん、なんせ着心地がいいんで、とにかく着心地いい、うん、でぬくい。まあこれで風防ごうと思ったらこの上からシェル置きなあかんけど、あ、でもそんだけぬくいんやったら、うん、その上からシェル着たらめっちゃ、うん、もうめちゃくちゃぬくい、うん、あ、まあだから本当に欠点は多少かさばる。あ、大きいって、おお、あ、小さくにはならへんから、やっぱ毛足が、まあまあ、ダウンとかと比べたらな、うんうんうん、でも俺らが持ってるのは特にその分厚い生地やから、うん、でもこの言ったらハイロフトでもあのめっちゃ薄いハイロフトもあるんで、あ、それは結構小さくなるから、あ、そっちの方がもしかしたらおすすめかな。山に持っていくんだ、あのノースのバーサエアとか、あ、うん、これよりもうちょいコンパクトになると思うんで、とにかく着心地はいいから、うん、まあ保温力も抜群にあるんで、うん、一般的なフリースより特別あったかいって感じ、うん、特別あったかいフリースかなと。だからもちろんこれ着て行動はできへんけど、暑すぎて、ああ、もうだから言うと見た目からしても毛布みたいな。そうやね、モフモフの感じやな、うん、普段着だからもう最近は普段着に着てんな、うん、これは俺も大好きで、このハイロフトが大好きで、あ、これも2着持ってんねんけど、うん、こっちは古くて多分サーマルプロハイロフトっていう時のもの。でも今名前なんか見てたら変わってて、これは名前が変わった、サーマルプロがないただのハイロフト。多分ものは見た感じにほとんど変わらへんから、なんか多少の仕様変更があったのかもしれんけど、今はポーラテックのハイロフトって呼ばれてる。まあ、基本的にはその同じもんや、それ色違うけど、うんうんうん、まあ、ハイロフトで探してくれたらいいかなと、うん、とにかくあったかい、あった、とにかくあったかい、これもおすすめ。そして気持ちいい。そして気持ちいい。次は、ネオシェル。ネオシェル、うん、これはハードシェルに分類されるもので、うん、アウターレイヤー一番外側に着るもので、うん、ハードシェルのマテリアルで有名なものといえばもちろんゴアテックス、うん、まあゴアテックス俺もずっと着ててんけど、うん、まあその今これ上下ネオシェルで、うん、まあ俺ネオシェルが好きやから、うん、シェルに関してはもう3つネオシェルばっかり、ネオシェルばっかり、うん、あ、もちろん他にもあるけど、うん、まあネオシェルが好きで、うん、まあ何がいいかって言ったら、うん、断然その通気性がいい、うん、ゴアに比べて。ゴアは、うん、通気はせえへんやろ確か。あ、そうなの。これは、うん、なんか防水やのに、うん、通気はしてくれるっていう。あ、そうかそうか。俺はその何がいいかって言ったらもう圧倒的に群れが少ない、うん、少なくなったから、うん、ゴアの時に比べて、うん、もうそれに尽きるかな。まあ、ハードシェルイコール、うん、ゴアテックス。ゴアテックス、うん、でなおかつゴアテックスは結構群れるっていうイメージが俺はちょっとあってんよ。あ、お前も言ってたもんな。うん、うん、じゃあそのネオシェルって、うん、ちょっと調べたら、うん、なんか通気はしてくれるのに、はいはいはい、防水、うん、って書いてたから、はいはいはい、それはその体感的にどうなん？体感的にもう最高。あ、もう群れがめっちゃ、うん、圧倒的に。そのもう俺もゴアテックス何年ぐらい着てないかな、忘れたけど、ゴアテックスの時でもうめちゃめちゃ汗かいてて、うん、これに変えてからはその汗かいても群れがもうゴアの時に比べて格段にその群れが少ないっていうのをもう体感してるから、あ、うん、もうだからそれ以来上に関してはもうゴアは着てない。
まあ、あれ持ってるけど、ゴアテックスも。もうゴアテックスには戻られへんかなっていうイメージ、俺の中では。要は、その雨、風、雪に対するプロテクションとか、うん。プロテクションも何の問題もないんで、耐水圧っていうの、うん、あれはゴアの方がやっぱ上みたいやね。水をこうぐっと押さえつけた時の耐水圧はもうゴアの方が上やから、ただでもその暴風雨でも別に中に水が侵入してくることはないんで、そこまでの耐水圧が果たして必要なのかなっていう気がしてて、だからその分その通気性がいいからそっちにも特化してるから快適ってことだね。そう、うんうん、もうめちゃくちゃ快適、これはネオシェルは別に何の欠点もないかな。あ、もうハードシェルとしてはもう何の申し分ないというか理想やな、うん、ネオシェルで、まあ、ゴアテックスがあかんって言ってるわけじゃないけど、うん、もちろんゴアテックスも持ってるしいいと思うけど、ネオシェルにしてからはその群れが格段に少なくなったから、うん、まあもちろんその耐水圧っていうのは落ちてるのかもしれんけど、うん、それを別に感じることはないかな、うんうん、いいです。だからほんまに暑い人とか、うん、群れがひどい人は一遍ネオシェル使ってみてもいいかなと、うん、常にこれかな。だからその厳冬期の 3000m、うん、この間の穂高でもそうやったし、うん、剣でもそうやったし、うん、全然その国内の 3000m 級の厳冬期でも何の問題もないんで、うん、今ってほんまにゴア一強というか、うん、ハードシェルといえばゴアテックスっていうところがあるけど、うん、全然ネオシェルで何にも問題ない。自分的には、ね、うん、俺的にはもう何の問題もないんで、うん、ネオシェルでもいいかなと、まあ、とにかくこれは通気するっていうところがいいんかもわからない。そうやね、まあ、だから蒸れにくいっていうことなんやな。まあとにかく全然使えるから、うん、多分その不安が多いと思うね。その例えば一番厳しいところってどうやねんっていうことやんか。でも、もう使ってるから俺自身だから自分が使ってみて、うん、そのゴアテックスに劣ってるようには思われへん。いや、ま、全く思えへん。もうずっと使ってるから、あ、うん、もう何やったらゴアより快適ってこと。俺はゴアより快適やと思う。やっぱ蒸れにくいから、あ、うん、まあゴアテックスに変わる一つの、まあ、選択肢、選択肢、うん、ハードシェルとしての選択肢、そうそうそう、うん、もうありかなと。まあ一応下もこれもネオシェルの下やけど、パンツもあるね。パンツもある、うん、その脱げば脱ぐほど寒いし、うん、着れば着るほど汗かくし、うん、でも均等、寒いし高山で風は避けられへんしで、うん、この汗をどうするかっていうことがまあ一番大事かなと思うんで、その上ではやっぱ圧倒的にゴアに比べて蒸れにくいから、あ、いいかなと。全然ネオシェルの俺は気に入ってます。だからさっきからのレイヤリング見ていくと、うん、全部ポーラテックで重なっていってるやん。そうやね、俺は全部ポーラテックで、それが全部その各自仕事をしてるから、そう、余計快適なんだ。そうそう、だからそのポーラテック、別に俺ポーラテックの回し物でも何でもないけど、うん、これ今のレイヤリングはパワーウール着てパワーグリッド着てでネオシェル着るのが俺の一番の基本。厳冬期の 3000m でも風がなかったらもうこれで歩いてる、うん、でこれに対してそのアルファ、あ、めっちゃ寒い時、そう、めっちゃ寒い時は俺はポーラテックのアルファを入れるか、間に入れるとか、うん、入れないか、あ、もうこれぐらいかな。そうで、アルファ入れたとしてもアルファも言うたら呼吸してくれるから、うん、でさらにこのネオシェルも通気してくれるってことで、うん、もう汗はどん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 外に放出してくれるから、常にサラサラ、体サラサラ、そう、うん、体サラサラで快適で、イコール低体温症のリスクも減るし、かといってだからもちろんそのオーバーヒートもしにくいんで、はいはい、うん、だから全部行動するためのレイヤリング、うん、あ、うん、これは一番いいと思う。最後に紹介するのがポーラテックのパワーフィル。パワーフィル、パワーフィル、これはもう完全な保温着、あ、うん、要はもうその俺ちょっと、まあ俺はちょっと特殊な使い方かもしれんけど、うん、基本やっぱりそのバリエーションアルパインがメインなんで、うん、そのビレー、うん、ビレーする時とかって、うん、要はまあバーって行動してきて、そこで要はそのクライマーをビレーすんねんけど、うん、そこで言うとまあ休憩ではないけど、うん、もう長時間
立ち止まってる。あで、はいはい、そのもう雪も、うん、もう膝ぐらいまであるとか、うん、もうそのいくら吹かれてても、うん、そのツェルト張れるわけでもないし、うん、要はその悪情喧嘩での、うん、そのストップの時に俺は着るものだから、なかなかダウンを選択肢として入れれない。ああもう濡れたりも。そう、うん、だからダウンは一応持ってることは持ってるけど、保温着はもう ほぼ河川。もうそれがそのパワーフィル。そう、それがポーラテックのパワーフィル。まあとにかく水濡れにめちゃくちゃ強いから、うんうん、そのもうシェルの上から俺は着てる。で、まあもちろんその封入量によると思うねんけど、保温力って、うんうん、で俺の持ってるのはこれはもうビレーパーカーとしてのそのジャケットなんで、要は止まってるってことやな。そう、止まってるってこと。汗をかくような状況ではないではない。うん、もちろんだからこれはもう行動中に着れるもんではないんで、あ それなりに保温力はあるから、めっちゃ、うん、要はめちゃくちゃ寒いっていう状況で使ってるもんってことな、それもうこれは もちろん厳冬期しか使えへんし、その要はもう厳しい参考が予想される時にはこれ、うん、だからそのそんなもうビレーがないとか、うん、その小屋があるとか、うん、逃げ場があるって分かってたら、うん、こんなんは持っていかない、うん、基本的にはダウン、やっぱ軽いし小さくなるから、うん、ダウンを持っていくけど、結構その厳しい過酷な状況、もう濡れが予想されるとか、雪とかその水とかでジャケットがびしょびしょになるかもってこと。そう、その間も止まっとかなあかんっていう状況が想定。まあ俺らの時はもう基本バリエーションだから、もうそういうことを想定しての保温着なんで、うん、まあ、濡れても保温力は落ちないんで、で保温力もそれなりにあるから、うん、もう絶対にこれを持っていってる。ダウンやったらなんかもうしなしなになるやん。そう、もうダウンはもう全く使われへんから、うん、そういう状況においては。とにかくその濡れたりしても、うん、常にあったかいけど、そう、保温力は落ちない。まあそれはダウンに比べると保温力はないんかもしれんけど、うん、まあ結構だからハードに使いたい人やな、うん、そうで、あとその俺のこれの使い方のもう一つちょっと特殊やねんけど、うん、テント内、うん、テント内って守られてるから濡れへんって思うやんか、うん、もうでも結露ですごいのよ。ああそのここがね、うん、で結露で俺いっぺんそのシュラフがもうしなしなになって、うん、シュラフカバーしてなかったから、うん、だからそれ上に着てるダウンも一緒で、はいはいはい、あの俺も体がでかいから、うん、あのもう後ろにベタってくっついてる時が多くて、はいはいはい、そのテントってあのサイドウォールに、うん、もうそうするともう結露した水が全部ジャケットに入って、もうダウンがもう全然使われへんくなる、しなしなになる。そう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 、でもこのパワーフィルであれば何の問題もないんで、俺はそういう使い方をしてる。だから、あ、だからそれこそ雑に使いたい人とかは余計いいかもかな、うん、俺らみたいなその要は雑な性格の人には、うん、そういうの気にせんでもいいから、うん、ある程度の濡れでも保温力は落ちないんで、そういう使い方は全然ありかなと。ただまあ欠点としてはやっぱり河川共通に言えることやけど、そんなにコンパクトにはならないんで、うん、だからまあもう天気が悪い時とかでもいいかもしれない、うん、雨ってもう完全に雨って分かってたら、まあ、分かってたら行くなよという話やけど、うん、それでも行くんやったらダウンはやっぱ濡れる可能性があるから河川にしようかとか、うん、そういうまあ選択肢もあるかなと。それそのめっちゃ寒い時に、うん、ほんまにその水結構かかっても、うん、もう全然変わらんってこと。全然変わらん、うん、俺なんかこれ着てたんが、これまだパワーフィルは俺新しいねんけど、うん、2月の大戦かな、うん、で結構べちゃ雪、うん、でもうガあとガス、ガスでその時すげえ湿気が多くて、そんな時はもうダウンやったらもうすぐしなしなになるけど、うん、これ着てても何の問題もなかったのと、うん、あと御在所のアイスかな、うん、で、2日目はもう雪ぼ、すごい雪と風、うん、で降られたけど何の問題もなかったんで、全然これは使える。パワーフィルは、まあ、最終
レイヤリングでいうところの最初やね、もう止まってる、うん、だからスタティックインサレーション、としてはパワーフィルもいいかなと思います。で、まあだからこのスタティックインサレーションはさ、うん、まあそんなに大事、まあ大事じゃないということはないけど、使い方が別に難しいわけではない、難しい、うん、難しいわけではないので、うん、まあこれは一旦置いといて、うん、結局その行動中、うん、行動っていうのはそのハイクアップからそのバリエーションルートのビレーとか、うん、そのストップ&ゴーを、うん、まあどう快適に過ごせるかっていうところが一番大事なんで、脱ぎ着をせずに、うん、もちろん脱ぎ着できる状況であれば、うん、別にそのレイヤリングの調節は脱ぎ着でやればいいと思うけど、うん、例えばだからそういう重たい荷物を持ってるとか、うん、ハーネスつけてるとか、うん、それこそもう強風でそんなことをしてる状況ではないっていうのを想定した時に、どういうのが一番自分のそのレイヤリングに合ってるかっていうのを考えるのが大事なんで、まあその時にまあだから一番大事なのはやっぱりベースレイヤー、まあ肌の上ってこと、そう、もうこれが一番重要やと思う。そのだから面でなければ極端な話、下線を着てればそれが吸ってくれるんで、とにかくベースレイヤーは一番大事やと思うんで、うん、その中でもそのポーラティックのパワーウール、うん、これはもうおすすめ、断然おすすめなんで、まあこれを着てこの汗を最大限処理できるのがポーラティックのパワーグリッド、うん、適度に保温もしてくれるんで、うん、まあこれを基本として、うん、であとはだからその上のシェルをどうするか、うん、まあさらに寒い時はアルファを中間着として入れて、うん、っていうレイヤリングで俺は年間通してやってるんで、ほぼ全部ポーラテック、ね、ほぼ、うん、もうほぼというかもう全部ポーラテック、まあだから機能が出てるんやと思う。まあだからいろいろその、うん、結局試して、うん、使って、うん、で繰り返していくうちにやっぱり、うん、気づいたらその全部ポーラテックになってる、なってた、うん、まあもちろんその俺の愛用してる、うん、製品がポーラティックを扱ってるということももちろん大きいけど、うん、それでまあポーラティックを知って、うん、まあこの技術ってすごいんだなっていうのを感じてるし、うんうん、まあでも俺ら登山始めてどれぐらい10年ぐらいは経ってる、経ってる、10年もっと経ってるよな、多分経ってると思うけど、そのレイヤリングってあこうするんだなって最近ようやく分かったから俺も、うん、その自分にベストのレイヤリングというか、うん、その素材もそうやんか、うん、登山始めた時なんて肌着なんて普通の T シャツで行ってたやん俺ら、うん、でもそっから比べたら T シャツをこれに変えるだけで10倍快適やんか。でまあこれを着出して最初、うん、でさらにその上に着るのもさ、うん、次の層に汗を吸わすとかさ、うん、そんなん分からんもん、そんなん考えたこともなかったやんか、うん、でもそれをすることによってさらに快適になって、うん、脱ぎ着の回数も減って、うん、で要はプラスマイナスゼロに近づけるように、もちろんゼロにはならへんやん、うん、歩いてるときは暑いし止まってるときは寒いしって、うん、それを限りなくゼロに近づけれるようなレイヤリングっていうのをここ10年ぐらいでやっとこう身についてきたというか、うん、でも今後 も多分もっといい素材も出てくるとは思うけど、うん、今のところ俺は全部ポーラテックで満足いくレイヤリングになってると思うんで、うん、買いに行って、うん、ポーラテックのタグが付いてるとか、うん、そうやね、そういうのを見たら考えてみてもいいってこと、そうやね、もう俺は絶対的に信頼できるメーカーやと思ってるから、うん、ポーラテック本当にあの案件やから進めてるわけではなくて、うん、この案件来た時にいやもうポーラテックのことを語るなら俺しかないでしょみたいな、うん、気づいたら全部ポーラテックになってたんで、うん、まあ、ポーラテックは本当にいいそのマテリアルメーカーというか素材やと思うんで、うん、まあ自分の好きなそのメーカーそれぞれあると思うけど、うんうん、その中でもポーラティックの使われてる商品ってあると思うんで、いっぱいあるな、うん、それをまあちょっと手に取って触ってみて、多分試さんとこういうのって全く良さ分かれへんので、触り心地であったりだとかそんなんでは別に判断してるわけではないんで、まあ、来て動いて初めて実感できる、うん、汗かいて止まった時に初めてそのこの着てるものの良さって分かると思うんで、うん、今回その案件として
まあ、このポーラテックスを紹介してくれっていうことで来たんですけど、まあ、僕自身、うん、ほんまに大好きな一番大好きなマテリアルメーカーなんで、これはまあその案件とか関係なしに好きやからって、ね、うん、好きやからまあ自信を持っておすすめできるものだと思うんで、まあ、本当に登山を快適にしてくれる、そしてその低体温症のリスクも下げてくれるっていうことで、実際店に手に取ってみて試してみてください。はい、そんな感じで、はい、はい、ありがとうございました。